こんにちは。食欲コントロールダイエット協会代表理事の富永です。このチャンネルではダイエットに関する有益な情報を定期的に配信していますので、よければチャンネル登録お願いします。また、ダイエットに関する無料のメールマガジンを配信しています。こちらも読んでいただけると、ダイエットに関する知識がより深まりますので、ぜひ登録してみてください。メルマガに関しては概要欄に詳細のリンクを貼っていますので、チェックしてみてください。今回は、寝て痩せる、睡眠の質を高めるおすすめのアイテム7選というところで、ダイエット中は睡眠がものすごく重要になってくるんですけど、その睡眠の質を高めるためのおすすめのアイテムを紹介していきたいと思います。具体的な内容として、睡眠の質を高めるためにお客さんにおすすめしたりとか、自分で実践して役に立った道具ってのを紹介しながら、それがどういう風な人にとっておすすめなのかっていうことについて解説します。今回の動画を見ることによって、睡眠の質を上げるポイントが分かるだけでなく、あなた自身が何を使ってどういう風なことをやれば眠りが深くなるのかっていうことが理解できるようになります。もし今あなたが寝入りが悪いとか、夜中に目覚める、朝早く起きてしまうっていうので悩んでるんであれば、必ず今回の動画を最後まで見るようにしてください。では早速内容の方に入っていきます。まずはじめに、睡眠の質が悪い、何かうまく寝れてないって感じてる人みんなに使ってほしい道具を2つ紹介します。まず1つ目が温湿度計です。で、温湿度計って何かっていうと、そのままですよね。温度と湿度を測るものです。で、なぜみんなに温湿度計を使ってほしいのかっていうと、寝る時にですね、温度と湿度ってめちゃくちゃ重要になってくるんですね。まあこれ想像はできると思うんですけど、まず部屋の中が暑すぎたりとか寒すぎたりすると寝れないですよね。暑いと寝苦しかったりとか、汗が出ることによって睡眠の質っていうのは妨げられます。逆に寒いと寒すぎて寝れない、まあ、それで靴下とか履いて寝る人もいますよね。なのでまず温度ってめちゃくちゃ重要なんですね。で、そして実は温度以上に重要なのが湿度になります。湿度が高すぎると汗をかいて、しかもジメジメして寝心地が悪くて寝れません。特に夜寝てる時っていうのは、気づいてない人が多いかもしれないんですけど、汗をたくさんかくんですね。それで部屋の湿度が高いと汗の不快感っていうのがさらに強くなりますので、余計寝心地が悪くなってしまいます。逆にですね、湿度が低すぎるっていうのも問題なんですね。湿度が低すぎると喉が乾燥したりとか、あとは肌が乾燥したりして、それも不快感になって目が覚めてしまいます。なのでこれを意識してる人って少ないんですけど、部屋の温度と湿度を最適にするのはかなり重要なんですよね。で、最適な温度っていうのは、まあ人によって違うんですけど、大体ですね、やっぱり夏であれば部屋が26度、そして湿度は50%から60%、これぐらいが最適だというふうに言われてます。もちろんですね、布団を着ない人っていうのは部屋の温度がもう少し28度とか高くしたりっていうのはあるんですけど、大体やっぱり26度前後が一番寝やすい温度だというふうに言われてます。そして冬はですね、大体18度前後ぐらいが快適な温度で、湿度に関しては50%から60%が寝やすい環境だというふうに言われています。これはですね、やっぱあとはパジャマとか上に着るものとかによって違うんですけど、大体今挙げた温度と湿度ぐらいを目安にして、あとは自分の寝やすさによって決めればいいかなというふうに思います。で、温湿度計なんですけど、選ぶポイントとしてはですね、やっぱりまず邪魔にならないっていうこと、そして見やすいっていう、この2点が重要になります。で、私が使ってるのはですね、この温湿度計になります。で、この温湿度計ですね、まずちっちゃくて薄いですよね。なので部屋の中で邪魔にならないっていうのがまず一つのポイントです。そして小さくて軽いので、裏に両面テープをつけることによって壁にも貼ることができるんですね。で、あとは裏にこうやって磁石をつけることができますので、部屋で磁石がつくところがあれば両面テープを使うことなく貼ることができます。で、しかもですね、これって画面が液晶じゃなくて e リンクっていう技術を使ったものなんですね。なのでどの角度から見ても温度と湿度が見れるようになっています。まあ、液晶のものってなんかこう光の具合だったりとか、ちょっと斜めから見たら見にくかったりしますよね。で、けどこれってどの角度から見ても綺麗に文字が見えるような技術で作られてるんですね。で、日本ではですね、実はこの e リンクを使った温湿度計ってこの一つしかないんですね。なのでもしですね、こういう風なちっちゃい、そして見やすい温湿度計が欲しいのであれば、この商品っていうのはかなりおすすめです。この温湿度計に関してはですね、ヤフーショッピングで1個売ってありますので、そのリンクを概要欄に貼っておきますので、もし欲しい方っていうのは概要欄から購入してみてください。今がちょっと湿度が 70% なので高いですね。今日はちょっと天気が悪いので湿度が高めです。まあ、とにかく寝る時っていうのはですね、だいたいやっぱり夏であれば26度、冬であれば18度、湿度は50%から60%が最適だということを知っておいてください。で、ほとんどの人がですね、やっぱ意識してないんですけど、部屋の湿度って高くなったり低くなったり結構しがちですので、こうやってチェックをするっていうことは大切になります。そして2つ目がアロマです。アロマはなぜ睡眠にいいかっていうと、もうイメージはつくと思うんですけど、体をリラックスすることにつながりますよね。人間ってのはですね、香りによってですね、自律神経の働きが落ち着いて、体がリラックスして眠りに入りやすくなるんですね。なのでこのアロマっていうのを寝室で炊くっていうことはおすすめです。で、このアロマですね、寝室で炊くときに注意しないといけないのが、まず光がつかないやつですね。アロマを炊くときにやっぱ光がついてるやつって結構多いんですけど、寝るときってちょっとした光でもですね、実は睡眠の質を下げることにつながるんですね。なのでアロマは光がないやつがおすすめです。そしてもう一つが、匂いは自分が好きなやつを選ぶことが大切になります。一般的に言うと、体
体をリラックスさせるとき、寝るときっていうのはラベンダーの香り、逆に興奮させるとき、朝とかシャキッとしたいときっていうのは柑橘系グレープフルーツとかがおすすめされてるんですけど、これはですね、正直あんまり考えなくていいです。あなたが心地いい香りっていうのを部屋に炊くことによって睡眠の質っていうのは高くなります。で、私は実際どういう風なものを使ってるかっていうと、リビングとかはですね、光を発するディフューザーとかを使ってるんですけど、寝室にはですね、こういう風なものを使っています。で、これ何かっていうと、アロマをここに垂らすことによってアロマの香りが部屋に広がるものなんですね。しかもさっき言ったように好きな匂いを炊けばいいので、私はですね、柑橘系のものを使っています。けどこれでもですね、やっぱり睡眠の質ってかなり高くなりましたので、いろいろなものをですね、自分で匂ってみて、そして自分が心地いいなって思うものを使ってもらえるといいんじゃないかなというふうに思います。この温湿度系とアロマは大体ですね、誰でも使って損はないかなというふうに思います。で、ここからはですね、人によって使った方がいい、まあ使わなくていいものっていうのを紹介していきたいと思います。睡眠におすすめのアイテムの3つ目はストレッチポールです。で、ストレッチポールって何かっていうと、こういうやつですよね。背中の下に引いてゴロゴロ寝てやる道具になります。でも、ストレッチポールってやっぱり有名になってるので、もう聞いたこと見たことがあると思うんですけど、寝る前にこのストレッチポールを使うことめちゃくちゃ有効です。これ何かっていうと、ストレッチポールって背骨を柔らかくしたり、まあいわゆるその体を柔軟にする効果があるんですね。で、寝る時にですね、例えば仰向けになったら腰が浮いてる感じがするとか、なんか首の位置が寝心地が悪いっていう人っていうのはですね、少しですね、やっぱり筋肉の緊張が高くなって、それによって体が布団に適応してない状態になってるんですね。で、そういう人ってのはですね、特に寝る前にストレッチポールを10分間乗ることによって体を柔軟にすると、寝ている時睡眠の質がめちゃくちゃ高くなります。で、このストレッチポールに関してはですね、まあ、正直ですね、3000円以上ぐらいのものであればそんなに問題ないと思うんですけど、できればですね、この公式のストレッチポールがおすすめです。で、この公式のストレッチポールに関しても概要欄に詳細のリンクを貼っていますので、もし購入されたい方はそちらから確認してみてください。そして睡眠の質を高めるためにおすすめの4つ目のアイテムはクッションになります。え、クッション？クッションって何使うのって思うかもしれないんですけど、実はクッションってめちゃくちゃ重要なんですね。で、これはですね、さっき言ったストレッチポールと同じ効果が期待できます。ストレッチポールは体を柔軟にするんですけど、クッションってのは布団に適応できないところを補うような効果があります。で、どういうことかっていうと、例えば仰向けで寝た時に腰が浮いて違和感がある人っていうのは、膝を曲げると腰の違和感っていうのは消えるんですね。ただ仰向けになって何もなく膝を曲げた状態って少し寝にくいってわかりますよね。で、そうした時に膝の下にクッションを入れることによって違和感なく腰の反りを軽くすることができます。で、他にもですね、例えば横向きに寝る人とかってですね、膝の間にクッション挟んでないですよね。横向きになる時って実は足がですね、結構不自然な格好になるんですね。その時に膝の間にクッション挟んだりとか、あとは抱き枕を買ってこういう風な状態で寝るとか、そういう風な工夫をすると睡眠の質って実はめちゃくちゃ高くなるんですね。なので、このクッションを使うことによって自分が寝やすい姿勢を作ることができるんです。なので、なんか寝てる時に首の位置がなんかおかしい感じがするとか、腰に違和感があるっていう人だったりとか、あとは朝起きた時になんか肩こりがひどいとか腰が痛いっていう人はですね、ぜひですね、クッションを使って自分が寝やすい姿勢っていうのを探してみてください。そして睡眠の質を高めるためにおすすめのアイテム5つ目は本です。で、本ってのはですね、まあ好き嫌いがあると思うんですけど、寝る前に読むことによって実は睡眠の質って結構高くなるんですね。もちろん人によっては本を読むことによって考え事をして、それで睡眠の質が下がる人もいます。ただですね、本を読むと眠くなりやすい人だったりとか、あとはなんか早く寝ないといけないと思って眠くないのに布団に入る人っていうのは、この本っていうのがめちゃくちゃおすすめです。で、具体的にどういう風に使うかっていうと、寝る準備ができた後にリビングで少し電気を暗くして横向きになって本を読んでください。で、睡眠が大事っていうとですね、次の日に起きる時間を考え早く寝ないといけないって思って眠くないのに布団に行く人がいるんですね。けど眠くないのに布団に行ったら、人間って余計なことを考えてしまったりして余計寝れなくなるんですよ。で、そういう時にですね、家事が全部終わって歯磨きも終わって、よし、もあとは寝るだけだっていう時は、とにかくまずリビングで横になって本を読んで、そして眠くなったら寝室に行くっていうことをやってみてください。で、これはですね、もう私もかなり実践しています。私もですね、こう見えても眠くないのに布団に入って寝ようとすると全然寝れなくなるんですね。なので、基本的にはですね、夜だいたい準備が終わったら横になって本を読んで、そして眠くなったら布団に行く、また布団で寝れなかった時はまた起きて本を読むっていうことをやってます。なので、もし今無理やり睡眠時間を確保しようとして布団に行って寝れないっていう状況であれば、ぜひですね、この本ってのを使ってみてください。で、本はですね、やっぱりできればスマホで見るんではなくて紙で読む、もしくは Kindle リーダーでブルーライトがカットされたものを使うことをお勧めします。そして睡眠の質を高めるためにおすすめのアイテム6つ目、 AirPod Pro とアイマスクです。 AirPod Pro って何かっていうと、 Apple が出しているイヤホンですよね。こういう商品になります。で、これ何がいいかっていうと、ノイズキャンセリングって言って、エアコンの音とかちょっとした外の音とかが消えるんですね。で、人間ってですね、眠ってる時って実はちょっとした音とか光にめちゃくちゃ敏感なんですね。
例えばエアコンの音とかって気にしないように感じるじゃないですか。実はエアコンの音とかでもですね、人の眠りって妨げられるんですよ。他にもですね、例えば電気をパチって押す音とかでも睡眠の質が一気に下がるっていうことが分かってます。なのでそういう風に外部の音が気になったりする人とか、あとは寝室がよく感じてみるとうるさかったりとか、あとは家族の人が電気がちょっとついてないと寝れないっていうところで少し光があったりとか、そういう風な状況である人はこういう風なエアポッドとか、あとはアイマスクを使うことをお勧めします。ただですね、人によってはですね、耳に何かついてたりとか、アイマスクここに目に何かついてたりすることによってそれが睡眠の妨げになることもあるんですね。実際私はそっちのタイプなので使ってはないんですけど、お客さんの中にはですね、こういうものを使うことによって睡眠の質が高くなったっていう人も結構多いですので、音とか光とか、特にやっぱり出産経験がある女性っていうのはかなり敏感になってますので、そういうので目が覚めるっていう人はぜひこういうアイテムを使ってみることをお勧めします。そして睡眠の質を高めるためのおすすめアイテムの最後が蜂蜜です。で、蜂蜜って何に使うかっていうと、寝る前にちょっと蜂蜜を舐めることによって睡眠の質は高くなるんですね。で、これ何かっていうと、睡眠の質を下げる一つの要因として夜間低血糖ってものがあります。寝ている時に血糖値が下がってしまって、それで目が覚めるんですね。血糖値が下がってしまうと人間の体っていうのは血糖値を上げようとして体を興奮させるホルモンを作ります。そのホルモンによって歯ぎしりがひどくなったりとか、悪夢を見たりとか、それによって目が覚めたりするんですね。なので夜寝てる時に歯ぎしりがひどかったりとか、朝起きて肩こりがひどい、これは夜寝てる時に歯ぎしりをしてるサインですよね。そういう人だったりとか、あとは悪夢をよく見るとか、夢が多いとか、そういう人っていうのは夜間の低血糖になってる可能性がありますので、寝る前に蜂蜜をスプーン1杯舐めるっていうことをやってみてください。蜂蜜に関しては質をこだわった方がいいんですけど、蜂蜜ってやっぱり高いので、まあ純粋の蜂蜜であれば大体効果は出るかなと思います。で、この蜂蜜ですね、私もお客さんに結構勧めてるんですけど、かなり効果がありますので、さっき言ったように夜間低血糖の症状がある人っていうのは蜂蜜を試してみることをお勧めします。このようにですね、睡眠の質を上げるためには人によって必要な道具って変わってくるんですね。このですね、オーストケートアロマっていうのはですね、大体の人が使ってみて、まあ、悪いことはないかなというふうに思います。あとはやっぱり睡眠の時の状態、腰が浮いてる感じがするっていう人はストレッチポールとかクッションを使ってみる、夜に悪夢を見るっていう人は蜂蜜を舐めてみる、ちょっとした音で起きるっていう人はエアポッドとかアイマスクを使ってみるっていう風な感じで、あなたに合った道具を使うことによって睡眠の質を高めることができますので、今挙げた7つの中で何か効果がありそうなものがあれば使ってもらえるといいんじゃないかなというふうに思います。はい、今回の内容は以上になります。今回の動画が役に立つと思ったらぜひいいねボタンお願いします。また動画の中で分かりにくかった点や納得いかない点があればコメントいただけると嬉しいです。 YouTube 以外にもダイエットに関するメルマガ、腸活に関するメルマガ、2つのメルマガをほぼ毎日配信しています。こちらも読んでいただけるとダイエットに関する知識がより深まりますので、ぜひ登録してみてください。メルマガに関しては概要欄に詳細のリンクを貼っていますので、チェックしてみてください。ではまた。